こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めたいと思います。はい、カタナラベスクが繁殖に入りました。そこへですね、次の馬を、生産しまして、またデビュー戦からオープンに上がるまで走らせてみたいと思います。まずはお、剣術型だ。ハービンジャーですね。UR 案ってあるんだ。SSR ってあるんだ。ごめん。SSR は普通にあるか。そうそう、ハービンジャーですね。これが特攻 220% ということで、剣術型というのもいいですし、勝負根性もありますんで、これ生産したいと思います。イベントがあるんですよね。どうだろう。お、青がついた。緑になった。すごい、滝から出ている。そして列を先頭歩いている。相当の能力かな。時は流れた。そしてオス馬が生産されましたね。ハービンジャー、ハービンジャー。まあ簡単に、型のハービンということで。型のハービン。型のハービン。あ、これでこっちの方がいいですね。さて、なぜハービンジャーをつけるかというと、このアスコットガチャっていうのがあるんですよね。いや、アスコットガチャじゃないか。アスコット祭りかな。クエスト達成、やったね。この、クエストで、アスコット祭りクエストっていうのが、で、これか、アスコット祭りガチャだったっけな。これで特攻が 200% 増える。まあ、ジャイアントコーズウェイの方が効果があったんですが、効果があった上に、単独出走対応馬だったんですが、まあ、それは、あれで、一発ドリンク使いましょう。
ました。8番エステジョでやります。その後ろ3馬身くらいあって11番キャバルリーマン、仕掛けどころが難しい。最後のコーナー、余力を残しているのはどの馬か。オペラハウスは5番手先頭に踊り出すことができるのかどうか。先頭バウント、なかなか伸びてますね。これ勝つんじゃないの。ポストヤシャムは伸びてきたがカーした。そしてオペラハウス、お、勝ちそう。やった。おお、もう一層だけ出走させましょう。これですね、アスコット祭りガチャ。先頭グループ鐘をね、悪くはないですね。しかし伸びないな。そう言ってるうちに後方の馬が来てるし、こっからまた伸びろ。あー伸びないな。アスコットガチャチケットっていうのがありますね。そして普通にレアガチャ引きましょう。デイリーレアというかデイリーガチャ。さあ型のハービン のデビューさせますか。今中長距離ということでクラシックか長距離ですね。普通にじゃあ2400出させましょう。お、来た !1.0倍。いいですね。グリグリですし。これは勝てるでしょう。さて、新馬戦。スターハービンは中段やや後ろあたりですね。基本的に先行は選択するとは思いますが、まあいい位置ですね。さあちょっとこれスキップしましょう。さあ後位から順々に上がっていこうとしてます。外ですね。コースうん、いい伸びしてます。これは捉えそう。爆心、あ、ぶっちぎった。強い。文句なしだろうな。これはこの馬も結構強いわ。さあこれダートの1400という
一番合わないレースに出してみましょう。おっと、一気にオッズが落ちますね。やっぱ合わないレースはダメなのか。前行ってますね、2番手。さあ、ダートの短距離でも勝てるのか。とかもガガアガークルーっていうのがすごい伸びてきてるが、粘れ切れるか。アガークルーがいいぞ、勢いがいい。これかわされるんじゃないの。粘れるか。かわされた。負けた。うん、ダートはダメですね、やっぱり。まあ、それ分かったところで、今度は芝の短距離です。これ、距離適性を見たい。1.7 倍ですね。今度はグリグリですね。距離適性の縛りとか、まあコースの縛りとかが多いかもしれないですね。さあ、上がっていったぞ。あ、これ勢いが違いすぎるわ、一頭だけ。これは強い。新馬戦より強いわ。中長距離だけど距離の融通でもあんのかな。気象は普通か。さあ、芝2000ぐらいに出してみましょう。ダートはもういいや。1.2倍。これはチャンスですね。さあ、いいスタートを切ったが、ここは引いていきました。後位から東京2000です。3番です、相変わらず。ステラメージ、んーと、どうしたんだ。中を合いましたね。ただもっと引き離した。でも引き離してるや。おっと、道悪がいいみたいです。調教パートナーを設定しましょう。ハービンジャーがね、調子回復できるんで、これで行ってみたいと思います。
はい、バランスを取れた高馬体ということで。はい、というわけで、この馬で、この後戦っていきたいと思います。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうではチャンネル登録者数1000人を目指しております。この動画の、下タイトル欄の右にあるチャンネル登録ボタンを押して登録をよろしくお願いします。高評価、コメント、この動画の SNS など拡散も歓迎しております。また、ブログ、ツイッターのアドレスが説明欄に記載しますので、よろしければ見てください。最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間がありましたら、そちらを見ていただければ嬉しく思います。動画リストについてはですね、登録していただくと、こちらも嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。